ミシェル・フォルムは、オランダ・ユトレヒト州出身の元サッカー選手。ポジションはゴールキーパー。PK 阻止率が高く、ペナルティキラーと称される。ユトレヒト FC ユトレヒトの下部組織出身だが、より多くの経験を得るために1005年夏にエール、ステディビジの FC デンボスに、レンタル移籍した。8月12日の FC エマンセ戦でデビューし、2005から06。 シーズンは35試合に出場した。2006年夏に FC ユトレヒトに復帰し、8月19日のビレム通戦でデビューした。2006から07シーズンはリーグ戦34試合中33試合に出場した。エールディビジでは5シーズンで136試合に出場した。スウォンジー2011年8月10日。 プレミアリーグに初昇格したスウォンジーシティ、A、FC と3年契約を結んだ。移籍金は150万ポンド。8月15日のマンチェスターシティ FC との開幕戦でデビュー。この試合で4ゴールを許したが、2011から12シーズンのプレミアリーグの単独試合で最も多い11度のセーブを記録した。 8月20日のウィガンアスレティック FC 戦では72分にベンワトソンの PK を止め、クラブにプレミアリーグ初勝ち地点をもたらした。11月6日にアンフィールドで行われたリバプール FC 戦では2度の決定的なシュートをセーブし、完封して引き分けに持ち込んだ。12月10日のフラム FC 戦では87分にクリント・デンプシーの PK を止め、完封勝利に貢献した。 トッテナム2014年7月23日、チームメイトのベン・デイビスと共に、ギルフィッシュグルズソンとのトレードでトッテナムホットスパー FC に移籍した。ロリスの控えとして、ロリスの欠場試合やカップ戦を主戦場としていた。FC ユトレヒトがスウォンジー式と再移籍の場合の移籍金の30%を受け取る契約を持っていたが、選手トレードのために、 スウォンジーがこのケースに当たらないと受け入れず、ユトレヒトがフィファに抗議したことで、最終的に CAS での裁判となった。審議は難航し、度重なる判決延期の末に2016年5月27日に、ユトレヒトの訴えは正当な点もあると判断されたものの、再陰積金のパーセンテージ支払い要求は、退けられた。2019年6月7日、 2018から19シーズンをもって契約満了により退団することが発表された。しかし、2019年10月14日、ロリスの負傷に伴い GK が不足しているトッテナムにシーズン終了までの契約で復帰した。2020年7月27日、契約満了に伴いトッテナム退団が発表された。2020年10月26日、トテナム退団後は、 無所属状態であったが、現役引退を表明した。現役最後の出場は、2020年3月の FA カップのノリッチ戦。この試合では、PK 戦までもつれた末、トッテナムが敗退した。トッテナムでは、ロリスの控えとして公式戦、通算48試合出場した。2006年、ポルトガルで開催された UEFAU-21 欧州選手権に、 出場して優勝した。長年にわたって、オランダの守護神を務めた、エドウィン・ファンデル・サールが引退し、セイゴールキーパーであったマールテン・ステケレンブルフが、不傷離脱中であったことから、2008年10月15日、2010フィファワールドカップ、ヨーロッパ予選のアイスランド戦で、オランダ A 代表デビューし、ホームの PSV スタディオンで行われたこの試合では、アイスランド代表を完封した。 同予選のスコットランド戦では、オランダ国外で行った初の公式戦であったが、決出したプレーを見せて、完封勝利した。2010年5月27日、2010FIFA ワールドカップ本大会に出場する、オランダ代表メンバー23人に選出された。大会期間中に、ガールフレンドが息子を出産したため、オランダに帰国することを許された。2012年、 UEFA ユーロ2012本大会のオランダ代表に選出されたが出場機会はなかった。2014年 2014FIFA ワールドカップ本大会のオランダ代表に2大会連続で選出された。3位決定戦のブラジル戦で途中出場し、これでオランダ代表はこの大会の登録選手23名をすべて出場させた。ありがとうございます。